武井さんはビジネスありきのスポーツですからね、だって。別にビジネスありきのスポーツとかそういうこっちゃねえんだよ。スポーツを本気で楽しみにたらさ、ビジネスにしなきゃいつか終わっちゃうわけじゃん。そんなもん。金にもならないことをさ、いつまでもグダグダやってたってさ、ただ社会から取り残されてさ、貧乏なおじさんになるだけでしょそんなんやだろだから、スポーツやったら自分の仕事になるようにとか、そういう風にしてあげた方がいいじゃん。オリンピック選手だってさ、 オリンピックなかったら飯食えないやつ山ほどいいんだよ。オリンピックに出れなかったらもう終わりみたいなやつもいっぱいいるし、出たって知名度低いやついっぱいいるし、今日一回戦負けしたような人とかみんな覚えないでしょう、顔も。そういうのでさ、終わってからもスポーツ大好きなのにやめなきゃいけないとかさ、でもやってるうちにさ、スポーツでちゃんと自分がプレイすることだったりとか、そのスポーツに関わることをきちんと自分の経済活動にできてればさ、一生そのお金で生活しながらさ、スポーツは楽しくやってきゃいいじゃん。 スポーツはお金じゃないとか言ってから、いつまで経ってもさ、ただ遊びみたいに思われちゃうわけでしょだって1円も稼いでないんだからっていう。オリンピックとかあればまださ、スポンサーとかいっぱいついて、東京オリンピックで露出することを求めてさ、案の定毎日、毎日放送してるから、そういうのを期待してスポンサーがついてくれて、みんな生活成り立ってるわけじゃん。そうでしょだから、これからもう東京でオリンピックなんか当分ないんだから、去年までの4年間以上に、 アスリートがお金もらえる期間なんかもう来ないの当分。そんな中で、まあスポーツ一生懸命やってればいいんです。金メダルのために頑張ってるんです。なんて言ってさ、一円も稼ぐことを勉強しないとかってなっちゃうと、もう本当、オリンピック出てメダル取ったとかいう選手はいいけど、その下の選手全員食えないわけだから、そんな業界でいいのってことよ。世界ではみんな稼いでるのにさ、日本人ぐらいだよ。給料もいりませんっつって、スポーツ一生懸命頑張りますなんて。 なんか、それで幸せだって言うんだったらいいんだけどね。別にお金とか全くいりませんって言って、本当にサラリーマンの承認給ぐらいもらえれば十分ですって、それで本気出して、死ぬ気でトレーニングして、それが幸せなんですって言える人は全然それでいいじゃん。俺それは好きにしといてって言ってんだよ。いや、そうじゃないですっていうね。 スポーツで本当に豊かな暮らしがしたいんですっていう、スポーツで一生懸命頑張ったら、お仕事一生懸命頑張った人と同じだけお金もらいたいし、なんか歌ったり漫画描いたり、わかんないけど、会社作ったり、全部お仕事にしていいわけじゃん。じゃあ漫画家さんが漫画描いてさ、絵描いてるだけでお金もらえるわけでしょそういうことじゃないそれはさ、漫画をたくさんの人に売って、雑誌にして売って、単行本にして売って、アニメにしてっていうビジネスにした人がいるから彼らが飯食えるわけでしょ そうじゃないの歌手だってそうでしょ好きな歌歌ってて、ふんふんふんって昔の人類からさ、鼻歌歌ってとか、えー、おーとか言ってた時代からさ、それをみんなに聞かせて、お金にして、ビジネスにした人がいるから、皆さんが大好きな歌手がいたりとか、そういう人たちがいるわけでしょすべてそうじゃない。スポーツだって全部そうでしょスポーツなんかただの遊びじゃん。ビジネスでも何でもなかったもん、もともとはね。そんなんで飯食えるな人なんて一人もいなかったわけだけど、それを大きいビジネスにして、 流行らせた人がいるからみんなが見たいっていうエンターテインメントにした人がいるから会社員にとしてなんかお給料もらいながらスポーツができたりとかプロスポーツ選手として年俸もらってスポーツができたりとかそういう風になったわけでしょ思わないそういうことよもう全てそうじゃん全てだから本当なんか日本の人ってそういうことをなんか良くないことみたいに言う人多いんだけど格闘家の方もそうだろうけど 誰かがそれをビジネスにしてなかったあなたたちが立ってるリングなんてないんですよっていう、ただの殴り合いになっちゃいますよっていう、誰かがビジネスにしてるからその場所があるわけでしょで、人のおかげで飯食って、いつかそれがなくなって競技が終わったら、もう何にもすることないわけじゃん。そんなんでいいのって俺は思ってるわけ。 だけどまあ競技者としてみんな頑張って世界一とかさ日本一とか取った人たちにはそれがどんだけ大変なことか俺は分かってるからリスペクトがあるからその人たちがお金稼げてなくたってなんかヘボいとか思わないしそれで幸せなんだから最高じゃんそんなもんだけどこうやってマイナースポーツ選んで芸能界入って 豊かな暮らしを送ろうと思って頑張ってきた俺の経験をスポーツに生かすとしたら今はそうではないスポーツの分野だったり選手たちをより豊かになるためにはどういう活動が必要なのかっていうのを広めていくことっていうのは俺の仕事の一つだと思うからやってるわけ110の王国家系層のケイちョんチャンネル始まるよ